こんにちは。街の魅力をお届けするあの街って天国です。今回は、視聴者さんからリクエストがありました、西八王子駅にやってきました。八王子は再生回数が取れる、もとい、視聴者ファーストのチャンネルとして、西八王子の魅力をたっぷりお届け。超有名ラーメン屋に、老舗のパン屋、百名店のお蕎麦屋さんに、最近オープンしたショッピングモールなどを紹介します。最後に、中央線の中で最も地味で知名度のない駅と思ってたけど、やっぱいい街だんべ、と言いたくなったら、チャンネル登録お願いします。では行ってみましょう。まずは駅ビルから。こちらが駅直結のショッピングモール。セレオ、西八王子。うわ、ちっさ。私の知ってるセレオってこんなんだっけ。さすが、中央線の中で最も地味で知名度のない駅、精肉専門店のニュークイックに、青果専門店の九州や、鮮魚専門店の吉川水産など、食品は充実しています。専門店は、松本清とポニークリーニング、コージーコーナーが、飲食店では、サイゼリア、ドトールコーヒー、テンヤと、一通り揃っている印象です。さすがセレオ、少数精鋭って感じですね。いやいや、さすがにショッピングモール小さすぎでしょうと思いの方、ご安心ください。駅前にみんなが大好きな大型スーパーがあります。ダイエーです。営業時間は朝7時から深夜1時までと、利便性抜群。さらに、地下には100円ショップのキャンドゥが、4階にはスポーツクラブのカーブスまで入っている人気スポットです。これは地域住民にとって頼もしい存在ですね。続いては、駅前通り沿いにある、老舗和菓子屋さん。朝日園、本店。創業はなんと、昭和27年。約50年の歴史を持つ、地域密着のお店。こちらの粒こしあんは、北海道産小豆 100%。もなかやどら焼きはもちろん、若者向けのカフェオレ抹茶大福なんかもあります。中でも名物は、かりんとうまんじゅう。沖縄県産の黒糖を自家製こしあんで包んでサクッと揚げているんだとか。ということで、一つ買ってみました。ほほう。あんこは上品な甘さ。表面はサクッとしていて美味しいです。さすが、長年地元で愛されている名家ですね。それではいよいよ、西八王子で一番有名なラーメン屋に行ってみましょう。以前、視聴者さんからもおすすめされたお店で、Google の口コミは、なんと660件を超えている超人気店。中華そば専門店、五右衛門。数ある八王子ラーメンの中でも、トップクラスと呼び声高いお店。スープは、豚骨や煮干し、鰹節等が入った醤油味。麺は固めの中細麺。チャーシューは柔らかく、刻み玉ねぎはシャキシャキ食感で美味しいとのこと。過去には、食べログのベストラーメン2011に選ばれたこともあるそうです。外観も、風情があっていいですね。それにしても、平日なのにすごい行列。まさに、西八王子のレジェンド的存在です。五右衛門さんがある通りですが、実は魅力的な飲食店がひしめいてます。まずはこちら。ネパールカレー、なおや。こじんまりとしたお店ですが、本格的なネパールカレーが楽しめるお店。メニューには、チキンカレー、キーマカレー、グリーンカレーなどがあります。店内は、おしゃれなインテリアが並んでおり、ゆったりとした雰囲気の中、食事を楽しむことができるんだとか。八王子はスープカレーが有名ですけど、こういったネパールカレーもいいですね。カレーを食べたら甘いものが食べたくなったなぁ。そんな時にぴったりのお店が、同じ並びにあります。クレープ、あん。以前は南口にお店を構えていた、老舗クレープ屋さん。チョコバナナにプリンなど、種類豊富。お値段はリーズナブルで、ドリンクとのセットがお得。クレープは大きくボリューム満点ですが、生クリームは甘すぎず、ミルクのコクがあって美味しいとのこと。大通り沿いということもあり、家族連れや学生のお客さんでよく賑わっているんだとか。30年以上地元で愛されている人気店です。甘いもの食べたら、コーヒーでも飲みたくなったなぁ。そんな時にぴったりのお店が、同じ並びにあります。柏屋コーヒー。コーヒー豆を販売しているおしゃれな専門店。
もちろん、店内でコーヒーを飲むこともでき、自分で選んだ豆を、その場で入れてくれるんだとか。テイクアウトもやっており、1杯350円とのこと。ということで、一杯買ってみました。コーヒーの香りや味を楽しむなら、本当はホットがいいと思うんですけどね。今はそんなことも言ってられません。ここはひとまずアイスで我慢。いや、めっちゃうま。甲州街道を進むと、図書館が見えてきました。こちら、八王子市中央図書館。本の所蔵数は、なんと約90万冊と、都内でもトップクラスの図書館です。こんな立派な図書館が、八王子駅ではなく、西八王子の駅地下にあるんですね。なお、こちらの甲州街道沿いのイチョウ並木、実は有名な観光スポット。イチョウの数は、約760本。高尾駅前まで、約4キロにわたって並木道が続いています。見頃を迎える11月下旬には、鮮やかな黄色に染まり、甲州街道が黄金の道となるんだとか。また、イチョウ祭りなんかも開催され、多くの人で賑わうそうです。ぜひその頃にもう一度来てみたいですね。南口ロータリーにやってきました。北口と同じく、さっぱりした街並みとなっています。こちら、以前は喫茶店、ベックスが入っていた場所。閉店して半年ほど経つみたいですが、次のお店は何が入るか期待ですね。その隣には、美味しそうなサンドイッチ屋さんがありました。こちらのメルヘンさん、1階ではサンドイッチを販売しており、2階はカフェになっているんだとか。マスコットのクマさんが可愛らしいですねとか言ってたら隣にタヌキー。な、なんじゃこの外観。おもちゃ屋さんかなと思いきや、キヌタシカという歯医者さんとのこと。はへえ、最近は随分個性的な歯医者さんがあるんですね。でもここなら、歯医者を嫌がる子供を騙して連れ込める明るい気分で通ってくれそうですね。しかし、なんでマスコットがタヌキなんすかね。あ、なるほど。続いては、美人双子姉妹が営む、グレープとタピオカのお店。ツインズグレープ。こだわりのクレープは、ふわっとした生地に、甘さ控えの生クリーム、自家製濃厚カスタードに、手作り生チョコソースを使用。豊富なメニューは、トッピングを含めると全60種類。もう一つの看板商品、タピオカも種類が豊富。タピオカは弾力があるので、食感を楽しめます。ちなみに、先日純散歩で取り上げられたんだとか。こりゃあ、ミーハー心くすぐられますなぁ。しかも、美人双子姉妹なんて聞いたら、どんな店員さんかちょっと見てみたいですね。横切るときに、遠目からチラッと見てみましょう。いやー、めっちゃテンション上がっちゃった。これは、何度も来たくなっちゃいますねー。お父さん、おすすめですよ。続いては、長年地元で愛されている老舗の定食屋。洋食、小川。ハンバーグにポークカツレツ、唐揚げにカキフライなど、種類は豊富で、どれも外れがないんだとか。口コミによると、以前は北野駅前にあり、そこから八王子駅近くの三崎町、そして現在の西八王子駅近くに移転をしているんだとか。ただ、それでも古くから通う常連さんが多いとのこと。まさに、地元で愛されている定食屋さんです。駅前大通りを歩いていると、何やら大きな工事現場がありました。こちら、以前、スーパーアルプスがあった場所。現在、リニューアルオープンに向けて、新しい建物を建設中なんだとか。完成は、2021年秋を予定。今度は、単なるスーパーではなく、アルプスの複合商業施設、コピオ西八王子駅前になるとのこと。テナントには、スーパーアルプスはもちろん、ダイソー、杉薬局、ドコモショップなどが入るそうです。こりゃあ、西八王子も活気が出てきますなぁ。そういえば、この街のレベルってどうなんでしょうか。日野屋と与田は、意外と高かったですからね。西八王子も、いろいろできてるみたいですし、やはりそれなりに高いんでしょうか。ちょっと見てみましょう。どれどれ。安ここまで差がつきますかねぇ。まあ、まだショッピングモール完成してないですからね。さすが、中央線の中で最も地味で地名。冗談はさておき、おしゃれで人気のある、イタリアンレストランを紹介しましょう。こちらがそのお店。
248キッチン。以前トヨタで紹介した104キッチンの本店。パスタやピザ、コース料理がいただけるイタリアンレストラン。外観はもちろん、内装もおしゃれで、女性客に人気のようです。ランチの営業もしているので、テラス席でゆっくりできたら素敵ですね。いやー。酒が飲みたい。続いては、古民家を改築したような、おしゃれな外観のこちらのお店。そば、ザボー。こちら、なんと、食べログの100名店に、4回も選出されたことがある、お蕎麦の名店。お値段はちょっとしますが、本格的なお蕎麦を楽しむことができます。また、店内の装飾は凝っていて、染め物や掛け軸などが飾れており、おしゃれで落ち着いた空間なんだとか。駅から徒歩7分とやや離れていますが、Google の口コミはなんと260件超え。まさに、地域を代表するお蕎麦屋さんです。続いては、地元で愛されている人気スーパー。ヤオコー。多摩地域ではおなじみの、地域密着スーパー。高品質で品揃えが豊富なことから、多くの方に利用されています。また、ここには野島にサンドラッグ、ダイソーにハンプティダンプティなど、テナントが充実した、便利なスポットとなっています。西八王子にも、こういった便利な場所があるんですね。続いては、駅から徒歩12分ながら、Google の口コミがなんと100件超え。創業50年の老舗パン屋さん。アジアド。ご惣菜パンを、お手頃な値段で購入できるお店。口コミによると、オリジナルパンは約40種類もあるんだとか。パン生地は柔らかく、ほんのり甘くて美味しいとのこと。長年地元で愛される、人気のパン屋さんです。続いては、2021年4月にオープンした、西八王子の最強スポット。コピオ長草。都営長草団地の後にできた、大型ショッピングモール。A 棟と B 棟の2棟があり、こちらの A 棟には、スーパーのアルプスに、クリエイト SD、セリア、バーゼル、高尾コーヒー、クリニックなど、幅広いテナントが入っています。さらに、その隣の B 棟には、待望のホームセンター。カインズホームがあります。すげー、トップランまである。まさか西八王子にこんな場所があるだなんて。え、てかこんなのが今度南口駅前にもできるの？1年のうちに2カ所もショッピングモールがオープンするとは、今後の発展がますます楽しみな街ですね。それではいよいよ人気のラーメン屋トップ3を紹介します。今回も Google の口コミ数が多い上位3店舗を選出しました。なお、先ほど紹介した五右衛門さんは、1店舗だけ口コミ数と知名度があまりにも突出していたため、今回は殿堂入り枠として含めませんでした。まあ、1位なのは明らかですからね。それでは、早速行ってみましょう。まずは、以前日の駅でも取り上げた、こちらのお店。ビンビン亭。美味しい八王子ラーメンが楽しめるお店。玉ねぎは厳選した北海道農家直送のものを使用。スープとマッチしてとても美味しいんだとか。創業は30年。本店は八王子にあり、他にも高尾や高畑不動など、多摩地域を中心にチェーン展開している人気店です。続いては駅から徒歩3分。Google の口コミが260件超えのこちらのお店。ラーメン熊八。看板メニューは、塩スープに刻み玉ねぎ、メンマ、チャーシュー、海苔が乗ったラーメン。その名も、塩八王子ラーメン。え、八王子ラーメンって、醤油ベースなんじゃ、なんて野暮なことを言う人も黙る、美味しいラーメン。なお、普通の八王子ラーメンや味噌ラーメンもあり、どれも美味しいんだとか。普通の八王子ラーメンを食べ飽きた人は、ぜひ来てみたいお店ですね。最後は、北口から徒歩3分。おしゃれな外観の、こちらのお店。
中華そば、いやさか。こちらも、八王子ラーメン専門店。麺は中細ストレートで、つるつるもちもち。出汁の効いた醤油スープに、おなじみの刻み玉ねぎが乗った、正統派八王子ラーメン。ただ、チャーシューは柔らかく、口の中で溶けるような味わいなんだとか。オーソドックスながら、ファンが多い有名店です。いやー、そんなに栄えてないだろうと思っていましたが、意外と便利そうな街でしたねー。グルメも面白いお店が多く、地元に愛されているところが多かった気がします。もし、他にもおすすめのお店がありましたら、コメントいただけると嬉しいです。また、もしこの動画が少しでも面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。次回は、高尾方面に行く予定ですので、よかったらまた見に来てください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。